はい、え、4代目。そうです、4代目であります。かっこいいですね、4代目って聞くと、そうですね、あの初代がですね、はい、明治時代から、はい、太鼓を始めまして、明治43年から脈々と受け継がれる大工の DNA、 その匠の技の継承者が4代目金子。さらに国土交通大臣から与えられる建設マスターの称号を持つ。